こんにちは、矢野です。今日はひよこ豆を使ってミートボール風のものを作りました。今回はパスタに入れて、ミートボールパスタみたくしたんですけど、そのまま食べても揚げても美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。リクエストがある方はコメント欄に書いてください。ではまた来週。